白崎は日本海軍の運送艦、絹崎型旧カテ艦の一隻。艦名は三崎の名であるが、白崎の名は海図上でも十箇所近くあり、どの地名を採用したかはわからない。五島列島の若松島や三重県鳥羽沖の艦島、大分県佐伯湾東部に突き出した三崎の名などがある。昭和16年度に雑役船として計画された。 1942年5月18日に、大阪鉄工所桜島工場で寄港、4月20日、白崎と命名、8月20日本席を、クレチンジフと家庭、特務官類別等級の運送官、木根崎型に類別された。同年11月5日、浸水、1943年1月30日に、春工。同日本席を、クレチンジフとし、 在役特務官に定められ、連合艦隊付属に編入された。太平洋戦争では主に北方での領食補給と海上護衛任務に従事した。3月2日に、クレを出港し、大港に開港した。1944年3月20日、バラムシル東海岸で、フレ少し、大港と函館で修理を実施した。7月13日に、大港を出港し、 千島方面の補給任務に従事した。1945年2月27日に大港に入港。4月は大港に停泊し整備作業などを実施した。23日に約42トン、24日に約15トンの漁食を、また20日に50トン、24日に20トンの飲料水を搭載し、25日17時56分に出港。 秋503戦乱の護衛と、量食補給任務のために、占い、森島片岡に向かった。終戦時は、大港に所在した。1945年10月5日除籍。同年12月1日に特別輸送艦に指定され、福音輸送に従事した。その後特別保管艦に指定され、1947年10月3日、陳太貸で賠償艦として、 中国に引き渡され、国府海軍に所属し、武僚と命名。日本海軍の8センチ砲一門、40ミリ機銃一門を、搭載。1949年、国境和平交渉決裂により、洋子工上流に取り残された国府軍艦艇のうち、武僚を含む何隻かは、脱出を試み、その際4月23日に、武僚は座礁するも履礁でき、 台湾まで逃れることができた。1954年に除籍された。ありがとうございます。